お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの三次史日記をやるんですけど、先日ですね、ウルトラレアなしの日記を紹介したんですけど、したらなんかコメント欄で結構結局ライドラかいみたいな感じで、ライドラを使ってたんでね、ライドラを今度は持ってない人が多かったっていうので、じゃあ今回はってことで、今回ライドラなしのね、はい、デッキを、使っていこうと思うんですけど、ライドラないんですけど、今回ウルトラレアがあるんでね、はい、そこは許してくださいって言った感じで、最近流行りのね、ライドラを使ってないデッキの紹介っていうところでやっていきます。で、今日はただ普通にマルチをやる感じなんですけど、グローバル一桁目指してかな、今、グロ17位、序盤調子よくてですね、このデッキで。めっちゃ勝ったんすよ。マジで。こんな感じで、結構勝ってて、よいしょ。はい。こんな感じかな、多分、このデッキは。この辺は違う三十四デッキなんで、この辺ですね。っていう感じで結構勝ってて、すごい勝率がいいデッキなんでね、はい。こちらのデッキを使って、参戦だったら、20ずつもらって、に60増えたら71なんで、グロ4位とか3位に行けるんじゃねっていうので、3連勝目指してね、はい、マルチやっていきたいと思います。よいしょ。ということで、ライドラは僕もユニレベが少ないんでね、少ないユニレベが少ないで、ユニレベが低いんでね、マルチじゃ使えないんで、マルチだとライドラ使わない編成になるんですけど、この三十四デッキですね、ハンターがいることによって、結構ライドラに対して強いですね。もうライドラメタカードが意外と、メガゴか、ハンターとか、かな、ホバリングとか、かな、よくわかんないですけど、そんな感じかな。はい。ってところでさ、プレデター。これ前もやったな。もうこの人な、どっから見た。多分ディガっぽい。いや、多分ディガっぽい。バルキリーエレキインフェの、スケアSPDがっぽい。ああ、全然ちゃうやんけ。全然ちゃうやんけ。恥ずかしい。さあ、1個目勝ちたいですね。よいしょ。相手が5打ってまだ何でか分かんないんでね。何なんだろう。ここで逆サイにゴースト流して、ユニット咲かせて、取るね。ああ。三死。はい。最低のデッキが、迫撃か。迫撃か。そうか。これでも、小嬢馬出したら、そこの迫撃だと、突進が入りますね。おいしい。いいウッド。はい。って感じで、抑えられますけども、ここは無視かな。アウトローの、この後ろのガールちゃん、結構痛いんですよね。一発100何歩ぐらいある。いない。150か。でかいな。で、これはディガーコウモリとか来るか、ファイボかな。痛い。これずるいよな。これずるいわ。ね。ってところで、迫撃な、結構しんどいんですけど、相手の弱点が、ガゴムレかな。アウトロー、ヤリゴブ、コウモリ、ギャングかな。ガゴムレが、相手はガゴムレがない迫撃。で、ガゴムレを止めるにはファイボかアウトロー。っていうところで、これ後ろ三子でいいや。痛い。三子働け。そう。相手この三子が多分結構しんどいはず。三子がじゃないよ。このガゴムレをですね、使って攻めたい。いて、毎回ファイブ飛ばしてきますね。徹底してますね。よし。ってことで、こういうところかな。相手がファイアボール使ったんで。待って、これ逆サイ行きたかったな。いいや。アウトローを突破してしまえば、相手このガゴムレにファイアボール打つしかなくなるはず。打つでしょ。打たないんかい。そこは打ってよ。やばい。これはもう、ロリボバで壊してきますね。
やばい。このダメージやばい。これ多分負けたかもしれない。やだー、負けたくないよ。やばい。相手うまい。もう全無視で攻めてきますね、相手。ああ、もうこれファイアーボール圏内だ。いや、まだだ。まだだ。これワンチャンなんかさ、奇跡的にガゴムレがぶっ刺さって勝つみたいなことがありそう。ああ、終わった。終わった。これリガー後ろだ。はい。あ、読みが外れた。やばい、やばい。やめて。ああ、終わったー。はい、おじいじ。ってことで、動画撮り始め、出だし一本目、敗北と。まあ、よくあるんですよね。まあ、よくある。しゃあないですね。もうこんだけ、今もう、何連勝中っていうぐらい、ここまで負けてるんですけど、その前もほぼ無敗。このデッキで全く負けてなかったけど、まあ、そうですね。負けちゃいますね。動画撮ると。よくわかんないですけど。さあ、あとまあ2戦勝てば、プラスに追われるから、勝ちたい。ふぅ、さあ、待ちですね。ああ、そう、今日、美容院行ったんですけど、美容院行って、その、髪切ってもらってたら、まさかの雷輝さんと遭遇しましたね。まさかのほんまに偶然で、マジの偶然で。同じ場所で切ってもらってるっていうのは知ってたんですけど、まさか同じ日の、しかも僕夜だったんですよね、結構、6時とか7時とかだったんですけど、まさかの同じタイミングで、さすがにびっくりしましたね。よいしょ。っていう、すごい奇跡的なことが起きましたね。これ相手ライトニング、ああ、ザップ?え?なんか珍しい。ライドラにザップのデッキなんかあんま見ない。ああ、ロイジャイにだってザップってあんまないっすよね。やめてー、俺からトロフィーを吸わないでくれ。よし。ただまあ、ロイゴス出してエリポン来たいな。ファイボかライトニングあったらやだからこっち。でもディガーが来てもやだ。さあ、ああ、これロイジャイ出されるわ。これロリババで延命して、ああ、あるんかい、ディガーも。なんやねん。これもう小芝つけて、ファイブ打つねん、どうせ。打って。うわぁ。墓石。うん。あれ、これ結構コスト使ってますよ。僕にはわかる。だからゴースト。ライドルしかないんじゃね?ライドラしか。はい、まあ、メガゴちゃんね、メガゴちゃん。相手のスペルがザップっていうのが、ウッドザップ、ロリババザップだ。すごいな、珍しい。まあ、でも、ロイジャイハンダーで、楽勝で守れる。けど、問題はあれだ。エリポン、ディガー来る。ここだ。はい、アザ。で、これ、小ジョバをつけてあげて、墓石、あー、そっちか。いや、あるよ。全然あるよ。で、これにつけて、これ、ロリババも転がしてあげるみたいな。あー、ファイアボール打つんかい。ん?けど、ダメージ入ってる。で、これ、ハンター構えて。いや、後ろ、あー、後ろから出したから、こうなったー。ちょっと待ってよ。やめて。お願い。殴りすぎ。もうやめて。感電で落とそうとしないで、相手。これあれだ、あれが来るから。ロリババで。オッケー。1個落ちた。お、落ちた。これ今攻めてあげて、相手にザップを。あー、ファイブ使うんかい。でもこれ攻めてあげたら、相手は苦しい。来た。壊せた。優秀ハンター。待って、キングも折れそう。どっちも折れそう。よし。はい。アインでファインボロリババザップのサンスペロイジェはなかなかヤンキーですね。なかなかヤンキーデッキですね。はい。
ってことで、まあまあですね。はい、よし。よし。まあ、ちょいと順位落ちちゃったんですけど、次勝てばプラスなんでね。よいしょ。さあ、ラスト。さあ、ラスト。ふぅ。なかなかマッチングしませんね。さあ、気をつけないと寝てしまうやつだ。早くマッチングしてくれ。で、そう言っていいのかな、言っていいのかな、僕原宿今日そう髪切ったって言ったんですけど、原宿のところで切ってもらってるんですけど、だからその時間までにその予約してた、結構時間なんか 早く行き過ぎちゃって、まあ、時間余ってたんで、その竹下通りを一人でブラブラしてたんですよ。でちょっとなんかお腹空いてたんで、まあ、夕方頃でなんかそのうろちょろしてたら、なんかじゃがりこ店みたいな、なんかお土産屋みたいな感じのところがあって、ちょっといろんなじゃがりこがあったんですよ。だからまあ普通にどんなのがあるかなの気になって、まあ見に行ったらいろいろあって、まあ、結局買わなかったんですけど、したらなんかそのまますぐに食べれるみたいな、なんかホットじゃがりこみたいな、なんかちょっとなんか違う、その場ですぐ食べれる、いやなんかはい、ちょっと違うじゃがりこみたいなとか、なんかそのポテチとかが売ってあって、だから僕そのチーズなんかとろーりチーズのかかったあったかポテチみたいな頼んで食ったんですけど、めちゃくちゃうまかった。それでピザ味みたいなやつだったんですけど、もうめちゃくちゃうまかった。そうなんで東京、まあ近場の人はすぐ行けるっすね、まあ、遠かったら難しいですけど、まあ学生とかだったら特に修学旅行で来るか、なんで竹下通りの、まあ、真ん中の辺ですかね、通りのちょうど多分分かりやすいと思いますけどね、結構なんかじゃがりこ店というか、なんかそんな感じのお店があるんで、その中に入っていけばそういうのが作れるんで、ぜひね食べてみてほしいと思ったっすね。めちゃくちゃ美味しかった。僕結構一人でうろちょろするの好きなんですよね。うろちょろしてなんか美味しそうなもんあったら食って、うん、なんか、はい、うろちょろする感じだけなんですけど、結構僕食うの好きなんですよね。食うの、はい、なんかこれ食べたいみたいな感じのやつを探し回るのがめちゃくちゃ好きなんで、結構一人でうろちょろしてるんですよね。そしたらそう竹下通りで一人で歩いてたら、なんか、まあ、同じ年ぐらいかなの男の人がなんか僕のチラチラちょっと見てくるんですよ。でチラチラ見てて、で後ろにねずっといるんですよ。だからまあもしかしたらその話しかけてくるのかなと思いつつ待ってたやつ来ないんですよ。だから僕なんかそのちょっと止まって、そのお店に入ったんですよね、その薬局みたいな松木かな、はい。そしたらその男の人もは僕をちょっと腰追い抜いてちょっと前の方行って、また待っとんすよ。なんか待って、またこっちの方チラチラ向いてみたいな感じで、なんかあれみたいな、さてはこれ俺のこと気づいたなと思いましたね。思ってたんですけど、気づいたらまあいなくなってたんですけども、結構数分ぐらいずっとチラチラ見ながら追い回されましたね。っていうこともありましたね。はい、ってことでマッチングやっとしたわ。さあダニパイセンだ、ダニティン、まあ違いますけど、さあよろしく。おー、これはハンターロイフグ三重士の構え、ハンターロイフグ三重士の構え。おー、全然、あー出たよー、そのクロスもなんかいますね。なんかハンターメガゴの高回転の新クロスが出たっぽいんですよね。これなぁ、やだなぁ。相手もクロス回ってるんじゃね、これ。ああ、早いな、回転。
来そう。来ないで。やばい。これやばい。いやー、一回置いてくるんだ。やばい。二発入る。痛え。痛えよ。ハンターが厄介なんすよね。これ、ガゴムで、今ディガーもないんで、一回待って。さあ。ハンター出して。まあ、今、さすがにクロスは来ないですね、ここは。普通に。これ、工場ガゴムでして、ワンチャン攻めるみたいなことありますね。よいしょ。5今打ってたからないし相手で、このディガーはしっかりクロスに当てて壊しに行きたいですね。よいしょ。あれ美味しい。これ美味しいですね。あーやめてー、そんなことある、そんなことある。やったわ。今のディガーの位置が甘かった、甘かった。相手なんか怒ってるしな、誰か。よし、一発入んな。おっ、あー入るんかい。これ一回ゴースト出してからクロスボウ警戒してからのテリポン。よし、よし、よし、おいし。だいたいここで、うん、あー、アイコル浮きか。これなぁ。まあ、右、うん、ちょっと両方攻めたいんですけど。だからここのディガーでハンターを読むみたいな。あ、ここにハンターか。いや、うん、突破できるくらいこれ。あー、今のやば。今のハンター見ました。今のはやばすぎ。2体同時に処理するハンター初めて見たわ。さすがに、まあやばいわ。優秀すぎ。天才すぎ。一回我慢して。怖いなー。これどうしたらいいんだろう。まあまあ、待っておけば。待っておけば。あと1200なんでね。ディガーで。頑張ってディガーで持っていきたいですね。あ、そのアイブスゴールうまい。あ、待って、これでも奇跡的になんかいい感じになってる。あー、クロス壊せ。あー、マスケ生きた。オッケー、神神。しかもバーバリアも残った。オッケー、もう一発。よいしょ。あー、惜しい。もう一発。あー、惜しい。よし、これ来た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 。相手攻めるしかないから今。慌ててクロス置くよね。あ、待って、クロスずれてるずれてる。俺は気づいた。俺は気づいた。ずれてるよね。ずれてなかったらどうしよう。怖い怖い怖い。はい、500。あと500来た。あと500。よいしょ。さあ、巻いてやね。危な。リガーをしっかり相手待ってますね。あ、やばい。いや、待って、これガゴ。オッケー。いいよ、いいよ。あとちょっと、あとちょっと、やばい。ここだ、ここ、ここやばい。ここだわ。すべてがこれだわ。もう、すべてがこれで決まる。これで逆に突破されたときなんですよね。これもう、守られたとき。やばい、終わりみたいな。俺のリガーの位置は、わからないだろう。ここだ。あえてここ。あー、なんでわかるの？なんでわかるの？あ、はい。ってことなんでね。よし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 、勝った。美味しい。これは美味しいわ。まあそんな順位は伸びなかったんですけど、まあ、グローバル12位か。まあまあまあ出だしなんでね。そう、相手もなんかそんな知らないような方ばっかなんで、まあまあ、あ、ラットシェアプリーズってことでね。はい、これリプレイシェアして、よし、はい、終わりということでね、本日は。こちらもライドのなしのデッキなんでね、ウルトラ2枚入っちゃってるんですけど、まあ、よければ使ってみてください。ということで、本日は以上になります。よければ、ね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。